こんばんは。今までね、録画の、あ、ちょ、手を休めちゃいけない。今までの、ね、録画の分数、30分くらいやるとね、だいたい、どんくらいかな、動画の、その録画した動画の、エンコード前の動画の録画の容量はね、2.3GB とか、そんぐらいいってたんですけど、そこまでいくともう音声がプツプツ切れると。で、今、10分くらいだとね、400MB くらいなんですよ。それだと大丈夫なんですね。だから500ぐらいが多分限界だと。うん。もう僕のパソコンの処理能力はもう終わってますね。1ギガ以上になるともう何もできないってなるともう終わってるね。さあ頑張りましょう。今日も楽しくサッカーやりましょう。チャンピオンシップ決勝トーナメントです。まあもう勝てんだろうっていう、もう勝てんだろうっていう頭でもう言ってく。アミさんがレッドカード、まあ、フォワードが一人いなくなっても大丈夫だ。大丈夫。よし、2対0。さあ、あと1戦勝てば、ワールドチャンピオンシップか。そろそろワールドチャンピオンシップ優勝したいけどね。優勝しなきゃいけないと思ってるけどね。そろそろ。さすがにもう何年もね、日本のトップをひた走ってるわけですから。そろそろワールドチャンピオンシップで一発出さないとな。さあ、なんだこれは。どういうことだ。上野さん。ああ、なるほどね。代表か。ヒヌマさんはね、選ばれてましたね。バックアッパーだって言われてました。ヒヌマさんもまだ32歳ですからね。代表選出されてまだまだ戦っていきますからね。大黒柱、レギュラー。よかったよかった。これよく考えたら10分縛りだったら、契約更改ちゃんとできんのかな。もう契約更改だけのパートとかできんじゃないこれ。参ったね。契約更改をするためだけのパートなんてあるのかね。でもそのパートを作らないと10分には間に合わないんだよな。さあみんな体の疲れが取れているはずです。はい、日本代表予選突破。あ、よかったよかった。ワールドカップ見事予選突破しました。ありがとうございます。まあでももっとうちの選手出てくれたらね、応援の試合が待ってたけどね。特に他に出てないからね、あんまり気持ちも乗らないってもんですわ。さあどうしようかな。あ、これどうすればいいんだっけ。ちょっとなんか覚えさせて。多分テクニカルタックルは3から4にしといた方がいいんだよな、これな。多分な、これはわかるぞ。で、もうね、ブラウザ開くのも怖いんですわ。ブラウザ開くと重くなってダメになるんじゃないかなと思うとね、もう怖くてしょうがないですね。どうしようかな。リベラーになんか応じさせよう。リベラーにこれ高速ドリブルかな。ムービングフォワードから、高速ドリブルだね。高速ドリブル。あれ？ある？あった。で、一人は休養させるか。不安のコンディションを調整しよう。これだ。よし、OK。何分？今。3分か。意外となんかずっとやってる気がするけどね。さあ、これなんだっけな。これなんだっけ、これ。すげえ喋れるやつがいいんだよな。説得力があるとかすごいんじゃない？説得力ある。説得力あったらすごいんじゃないの？説得力あるんだよ。だって来なさいっつったら吉川にはちょっとダメだな。吉川じゃないんだよ、俺があげたいのは中山さんなんだよ。エースにずっと配らせるっていう、雑用さえもエースに配らせる。それが J1 の起きて。 J1 ってやっぱこんな感じだから。私たちの優勝決まります。あら、決まったの？決まるの？優勝、何の優勝決まるの？あら、全然ダメだった。ラジオ誰だろうな。プロ意識かな。山本慎也か。あ、J1、J リーグ、優勝決まるんだ。今日勝ったら。あ、点差がえぐいもんね。なるほどね。ちょっとどうしようかな。もういっか、ダイジェストで。やっぱ分数もないんだよね。多分勝てるし、しかも。もう3連覇か？ 3 連覇すんのか、これで。
どうなんだ？はい、OK。これで J3、J1、J13 連覇。J13 連覇ですね。もう、ここで終わってもいいぐらいですよ。もう世界制したらこれで。J1 という世界を制しましたっていうヘリクツを言ってもいいんだ。俺はそれでもいいんだ。450億もあったらなんか、あれだろう。いけんだろ、なんか。ああ、リーダーありがとうな。1年間な。なんか450億あれば、なんか買収できんだろ。会社、アップルかなんか買収、アップル買収できねえか。さすがに450じゃ。450じゃ買収できねえかな。何が買収できるんだろう、450億あれば。なんか今の経営不振に陥ってるトヨタぐらいなら、トヨタは違うのか？なんだっけ、東芝？違う、なんだっけ。なんか買収できんだろ、頑張りゃ。まあ、何を買収しようとしてるのかわかんないけど。なんで買収しようとしてるのかはよくわかんないけど、買収できんだろ、なんか。買収しなくてもいいんだけど。特別練習をいました。はいはい。久しぶりだな。久しぶりですね、なんかね。なんかカサレス見るの久々だな、なんか。いた？今までカサレスいた？いなかったという説もあるよ。いたことがないんじゃないかという説もあるよ。さあ、そしてこの時期ですが、外人を減らさなきゃいけないっていう時にマルキスさんが全然出ていかなかったから、ねえ。どうしようかな、本当に。参ったな。マルキスが出ていかないと、馬英とかが死ぬっていう。首にするしかないんだよな、そうなると。それはなんだよ。だカサレスを首にしたくないんだよな。カサレスを首にはしたくないし、マルキスも首にしたくないし。外国人枠って本当にいるのかな？今から外国人枠撤廃とかできないかな？外国人枠の撤廃を私は J リーグに要請します。もっと外人だらけのもっとチームでいいんじゃないですか。代表インターナショナルカップリベラーニ、あ、リベラーニ出るんだね。てかうちも出るんじゃないの？なんだろう、マルキスに全然オファーが来ない。マルキスに全然オファーが来ません。5億だから3億、2億。うん、どうしようかね。そうだよね、あと1枠ないとね。ユースの誰だっけ、クバチか。そろそろクバチがいなくなるんだ。クバチがいなくなるのちょっと痛いな。クバチがいなくなるのはちょっときついですね。バエイは多分上げれると思うんだよね。多分上げれると思う。うん、中塚さんもいいね。結局みんないいね。1、2の3球は結局誰だったんだろうね。すごい気になるけど、1、2の3球って名前ね。すごい、私気になります、すごい。私気になります。さあ、マルキスさんがどっか移籍してくれたら、すごい円満に全てが解決する。ただ、カサレスを今まで残しておくのかっていう説もあるけど、カサレスを果たして残しておいていいのかっていう、そういう説もあるけど、さあ、アミさん、レッドガード。から行け、桑原さんで行くか。そうだね、カサレスの、カサレスが憎いぜ。まずまずの人気。カサレスとマルキスどっち出した方がいいんだろうっていう、不安だ、不安なだけに不安だ。今のは脳幹で。よし、ゴー。さすがに勝てるだろう。よし、桑原さん早速1点。すごいな、やっぱ、年が落ち着いてきても全然、戦えますね。そして、桑原さんの1点で、どうにか試合が終了と。これで、ワールドチャンピオンシップ出場権を得ました。ああ。くそ、外国人枠って大変だな。外国人枠が一番大変だ。なんでこうも外国人ばっかり、あれなんだろう。
いい選手いっぱいいるんだろう。参ったな、参っちゃう、参っちゃう、参っちゃうわ、参っちゃうわ。はい、話がある。ああ、あと1ヶ月ね、頑張ってくれ。さあ、おあと1ヶ月、ああそうね、頑張ろうね、みんなでね、ゲーハー頑張ろうな。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。